こんにちは。こんにちは。今日は iPhone 40 Plus を1週間使ってみてどうだったかレビューしたいと思います。今私の膝元にありますこちらが、そんな見せ方ないだろこちらが指紋もつけないようにね、うん、こちらさくらさん、こちらが iPhone 40 Plus になるんですけれども、 40だいぶ未来の1週間毎日使ったわけですけども、まず良かったところ、良かったところはいきますか。まず画面が見やすくなった、うん、やっぱり画面が大きいに越したことはない。前 SE2 だったもんね、うん、だいぶ大きくなったよね。だいぶ大きくなった、倍ぐらいになったようなイメージだよね。うん、すごい画面が見やすくて良い。次もういいって、次早く終わらしたいの。違う違う、画面が大きいことで、うん、なんか他になんかメリットあったかな。インスタの画像の編集とか、こう文字を入れたりとかいろんなことしてるけど、うん、そういうのやるにはやっぱり大きい方が圧倒的に作業効率は高い。そうそう、最近あのインスタグラムで情報発信をしてるんですけど、その記事を1投稿につき、まあ、10枚ぐらい作ってるんですけど、作業量が結構すごくて、1投稿作るのに多分私今のところ1時間半ぐらい時間かかってて、早くても1時間とかそれぐらいの時間ずっとこうスマホ1台でやってるので、ちっちゃい画面だともう目も疲れるし。目どうなっちゃうんだっけ。それがね、全然苦痛じゃなくなりました。でよく作業するとき、私ここに座ってこうやってやってるんだけど、横から見たらこうなんだけど、あ、これ背もたれね、これで、その時はあの手でこう持たずに足に置いてこうやって作業するから、実質重さを感じないというか。今私がすごい重さを感じてましたどんまい長時間作業しても疲れにくくなった、大きい画面のおかげで、うんうん、はい、2つ目、バッテリーが、これ一番かもしれない、うん、画面の大きさよりも一番、うん、全然バッテリーが減らなくなりました。うん、これすごいよね。いや、ほんとすごい、ほんとにすごい、うん、朝6時に起きます。バッテリー6時に起きてないでしょ。間違えた持っちゃった。朝6時半に起きます、携帯充電器抜きます、使います、その時点ではもちろん 100% で、ご飯食べ終わって準備終えてちょっとゆっくりして、はい、仕事出ます、その時点で今までならもう85% とかだったんですけど、まあそれがやばかったのかな、まあ、前の携帯が ね使ってたし、うん、SE2 でもうだいぶ使ってたのと、もともと容量小さめだったからね、バッテリー、うん、今はお家出る時に同じだけの時間を過ごして、家を出る時に 100% まだね、家出るのが8時半ぐらい100% だよ、同じだけ触っててマジで。あと朝ごはんとかね、撮ったりとか、カシャって、カジさんがね、朝ごはんを作ってくれるんですけど、最近ピザトースト作ってくれてて、今日は納豆ご飯でしたね。なんか嬉しくなってね、毎朝作ってくれてるんだけど、毎朝のごとく毎朝のように、わかんないけど、毎朝嬉しくなるわけです、私は。で、それ写真撮ろうとしたりとか、いろいろ使ってるにもかかわらず、出勤の時 100% っていう。まあ、100から99って結構長いって言われてたりするんだけど。そうなんだ。それにしても持つよね。持つ。で、行き車で送ってってる時、ずっと作業してる、作業してる時も100とかだよね。そうそうそう、減って99。そう。いや、本当にびっくりする。本当に一日使って、まあ、仕事の日も昼休憩の時使ったりとか。そう、昼休憩の時も、あと合間にちょっと使ったりとかで、帰りも車の中で使って、で夕飯作る時もまあレシピ見たりとか、あとはその後もずっとだから、結構もう今パソコンとかあんま使わなくなったから、ほぼスマホを一日中その作業するものもあったりもして、あとは普通に普段ね、 YouTube 見たりとか動画見たり、その SNS 見たりとかいろいろして、結構ずっと使ってるけど、だいたい1日終わって最後寝る前11時半とか。なんぼだと思います？11時半に、夜の11時半に寝るときに、私の携帯何%だと思いますか？急にクイズ式にするじゃん、ね、
何パーセントだと思いますか。じゃあ3択でいきましょう。3択3択ね、はい、1 10%2 13%3 56%。 なんだ、もうちょい均等にいけよ。いやだってさ、この振りからしたらもう簡単すぎるだろ。10と13の違いないしさ。選ぶ人おるかもしれんけどね。選んだ人友達になれます。選択肢がたくそすぎるでしょ。まあ 56% です。ね、そう、減っても40とかだよね、うん、40以下まだ見てないんじゃない。そう、私まだこの携帯赤くなったところまだ見たことないですよね。 20% 以下で赤くなるけど、うん、でも20もうほんと 30% 台とかもいってないよね多分、うん、全然いってない。1回も30台見たことない。今までは SE2 の時は仕事帰りの車の中とかはもう充電してたりとか、そう、風さんの車乗った瞬間にもうすぐ繋いでた。じゃないともうその時点で 13% とか、うん、もっと減ってる時もあったしね、うんうん、1桁の時もあったし。でも私大体 5%までは大丈夫だと思ってる人間なんで。結構粘るよね。そうで、たまに急にストンってスマホ見た時、うん、どうしたんだろうと思ったらもう切れた時。そう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 、切れるまで気づかんのけいみたいな。でもいろいろ教えてくれるけど、携帯側もね、 20% と 10% の時に、はいはい、まだいけるだろうって頭でおるから、気づいたらスンみたいな。それがなくなったので、だからモバイルバッテリーがいらなくなったよね。あ、いらなくなった。もうだって結構ヘビーに使っても家帰る段階ではまだ 70% とか持ってたりするもんね。うん、そうそうそう、だから本当にモバイルバッテリーいらず、まあ、何が起こるか分かんないから、災害とかなんかそれ万が一のこと考えたらもちろん持っておいたに越したことはないんだけど、普段使いにおいては、うん、持ってたとしても出番はないよね、うん、ない、すごい安心感がある、うん、こっちもある。そうだよね。そう、人に迷惑かけちゃうからね、自分の電源が切れるとね。自分のじゃないと。それも人に迷惑かけるけど。そっちの方が迷惑だよね。次、メリット3つ目。人に、新しい iPhone だねって言われる。嬉しくなる。そうなんです、新しいんです、この子。こちらね。前のがね、2、3年しか使ってないのに、すっごい古いのに見られてたもんね、画面が割れてて。そうそう、いや、私画面割りたくないんですけど。全員そうだ。まあ、そうでしょうよ。そうでしょうよ。割りたいやつはいないんで。そうでしょうよ。でも、割れたらすぐ変えたいの。そうだよね。うん。でも、前の携帯使ってる時に最後にその落としてひびが入っちゃったのが、8月末とかだったかな。だったので、あーもう新しい iPhone 買うなら、保護ガラスのシートひび入ったまま使おうかなと思って、なんか変えるのもったいないかなと思って。保護ガラスだけ割れてたんだよね。そうそうそう、本体は無傷だったんですけど。無傷ではないけど、ね、無傷だよ。いいじゃん、無傷にした。まあ画面は無傷だったね。そう、画面も画面はね。で、もったいなかったの。張り替えるのが、ね。張り替えるのが、だから、割れたまま使うの嫌だけど、そのまま使ってた。え、すぐ出ると思ったら、プラスだけ1ヶ月発売を遅れるってなって。だから、それで今回ね、ちょっと長く割れたまま使うことになって。今回もガラスフィルム貼って。ガラスフィルム、私ガラスフィルムがすごい気に入っちゃって、なんか前までは指紋があまりつかないようにすりガラスみたいな、アンチグレアのフィルム、樹脂製のガラスじゃないフィルムを使ってたんですね。そう、それを使ってて別にそれ嫌じゃなかったんだけど、なんか最近のガラスは割と指紋も目立ちにくかったり良くなってるってことで、すごく一回貼ってみたらね、よくて気に入った。よかったよね。ずっとこれがいい。これはちなみにどこだっけ。なんか味噌みたいな。忘れちゃった、なんだっけ、なんだっけ、どこだっけ。ケースも同じだよね。なんか味噌みたいな。なんか味噌だけど3文字のやつ。どういうこと。どこだっけ。味噌だけど3文字。味噌みたいな名前だけど3文字なの。酢味噌。からし味噌。全然。からし味噌5文字。なんだっけ。にまそ。あ、そうそう、私ね、ずっと2だと思ってた。2だって知ってた。知ってた。2マスね、結構大定番の。結構さ、この今回ケース、クリアケース2マスのちょっとすりガラスっぽくなっててマットなんだよね。
いい感じだよね。いいよ。いいよ。どういいよこのケースは。え、いいよ。いいよ。うん。いい感じ。いい感じ。うん。じゃあメリット4つ目。意外と顔認証が便利。おお。そう。指紋認証派で、まあこれ買った時も言ったけど、断然指紋認証派だったんだけど、顔認証前回11 Pro の時に買ってすぐ顔認証もダメでマスクしながらできなかったし、まあその時もね仕事柄マスクつける仕事だったから、看護師です。不安になった人多分何人かいると思うけど大丈夫か今こんなやつ看護師大丈夫かって思った人絶対何人かはいると思うけど、だからもう使えないって言ってすぐそれで SE に変えたんだよね、うん、SE2 にけど今回マスクでも使えるようになって良い良い良いし、顔認証するときにさなんかニコってしちゃう自分がいるなんで愛想振りまくるちゃんそんなんしてんの？なんか気づいたら口角んってあげてなんか勝手にんってなっててんんんみたいな、あげなくてもいいみたいな、口角下げるそういう自分がいてまだ慣れてないけどいい感じだし、指紋認証の時よりもペイペイが使いやすくなった。なんで？ここに画面にペイペイがすぐ出せるように、これなんていうの、今回のね iOS iOS アップデートでできるようになった、ロック画面のカスタマイズでロック画面にペイペイのボタンを出せるようになったんだよね。そう、めっちゃ楽。ペイペイで買い物したいと思うじゃないですか、ここの画面に出したペイペイをポチッとして顔すると、もうすぐに QR コードとかバーコードの画面になるから、でそれが押した段階で顔認証済んでんだよね、なんかすぐ開いてくれるから、その相性はすごくいいよね。そう、すごくいい。今回のこのロック画面のカスタマイズって指紋認証のスマホにはあんまり恩恵がなかったんだよね、うん、SE の場合はホームボタンを押して大体みんなロック解除すると思うんだけど、これもう押した段階でロック解除されちゃってロック画面を見ることってほとんどないんだよね。で見ようと思ってここのスリープボタンでポッとつけて、ここにペイペイとか出しててこれを押して開こうとしても結局ロックの解除をしなきゃいけないから、ここでまたここ押さなきゃいけないってなると結構二度手間で、あんまりこう使い勝手が良くなくて、あんまりこのSE のね指紋認証の機種には今回のロック画面のカスタマイズってそんなに恩恵がなかったんだけど、その辺を含めてやっぱり顔認証の機種になると便利だよね。便利です。これはデメリットになる人もいるかもしれないけど、私のメリットとしては必要な時にしか持たなくなった、重さと大きさがある分、うんうん、この前キャッチボールしに行ったんです、近くの公園にね。でその時カバンを持っていかなくてグローブとボールだけを持っていこうとしたんです。で携帯も前だったらちっちゃかったからすぐこうズボンのポッケにしょって入れて持ってってたけど、さすがにこれはでかいし入れたとしても邪魔だからキャッチボールに集中できないじゃないですか、やっぱり。そういえばよく考えてみればキャッチボールするときに絶対スマホつつかんやろなと思って、必要じゃないときは置いていこうって決心がつくようになりました。前までは一応持っとこう持っとこうってしてたんだけど、まあ、ある意味いい意味でデジタルデトックスじゃないけど携帯を気にしない生活ができるようになったので、私にとってそれは大きさと重さがあることでメリットにつながりました。裏を返せばカバンとか持たない時に持っていきたい時はちょっとかさばっちゃうっていう、まあデメリットにもなるけど割り切れるようになったっていうメリットでもあるってことだよね。そうそう、まあ、それをデメリットとして取るかメリットとして取るかは本当にその人の考え方次第なんで、うん、これはどっちとも言えない感じではあるかもしれないけど、私にとってはすごいメリット。ポケットとかは結構な存在感だよね、うんうん、特に女性用のポケットとかだと結構パッツンパッツンになったりするよね。そのキャッチボールの日はデニムだったんです、私ズボンがね、うん、でデニムだったら私お尻のポッケに入れるんですけど、うん、入れたら多分ねこれぐらいは頭出るのポッケから。でしゃがんだ時にこう生地がプッてプッてお鳴らしてるしゃがんだ時おならだよ。ちょっと交換を間違えた交換を間違えた。しゃがんだ時にプーは確実に出てる。
で、しゃがんだ時に、このポッケの生地が、ふんって。それも出てるけどな、ちょっと。あの、音鳴らないタイプのが。しゃがんだ時に、ポケットの生地が、シュンって。まあまあ。シュンってこう、なった時に、こう、携帯が落ちそうになったこと絶対経験あると思うんですけど、月によく履くから、あれなの。発泡塞がりなんかカバン持たない時にちょっと持っていく時はなんか対策は必要かもしれない。まあこれからの時期とかだとコートとか、あの大きめのポケットがついてる服とかもあるかもしれないけど、夏場とかは結構困るかもしれないね。まあそれは別に今までのプロマックスとかも同じような大きさだから、それぞれ対処みんなしてるとは思うけど、あとこういうタイプのジャージみたいなやつですけど、こういうポケットも入れた時にしゃがむじゃん。こっから、こっから、わかるこの角度、こっから危ないね。こう若干下向いててちょっとここら辺まで出ることがあるの。それもすごい危ないから、本当に大きくなった分、今まで通りの扱いができないと思った、あれもういつの間にかデメリットの話になってる？まあ徐々に移行しましたが、徐々に移行しましたが、開封動画の時ケース仮なんですっていう話してたけど、その肩掛けの今流行りのストラップのついたケースっていうのも考えてるんだよね。いいと思う。だそういうのがあればカバンなくてもそれだけで行けちゃったりもするから、そういう選択肢もありかもしれないよね。デメリット、え、なんだろう、デメリット、ああ、はいはい、はいはい今まで片手でカメラ写真をね撮ってたんですけど、でかすぎてこの丸ボタン、シャッターボタンね丸ボタン、シャッターボタンまで親指がギリギリ届くけど、ちょっとバランス取りづらい、重さもあるからちょっと手から落ちそうになるから、ちょっと不安定、カメラは片手じゃ取りづらい、撮るなら両手じゃないとって感じ、それもまあ慣れとかケースとかそのバンカーリングみたいなね、ああいうのとかでまあ対処できたりもするけど、この前写真撮ってて辛そうだなっていうのは、なんか物を持って撮るとき、ご飯とか飲み物とか撮れないってなったよね。まあ、手の大きさとかもあると思うけど、両手で撮った方が撮りやすくなるから、そういうところがちょっと不便。あと自撮りするときもうちょっと片手じゃ難しいって言ってたよね。飽きたの急に黙ってこんなに声で。他のデメリットは、人差し指で私ずっと操作してたから片手で持ってやってるんですけど、疲れてきて、やっぱり指がなんか重さ感じないとか散々最初の開封動画で言ってたくせに、やっぱり長時間持ってると痛くなってきて手が、で両手で持って今親指で打ったりとか、先ほども言いましたけれども、こうやって足使って足に置いてこうやってやるとか、でだいぶ重さに関しては大丈夫。まあ、プロマックスとかに比べたら全然軽いし、もちろん普通のねプロとかに比べても大きさの割には同じような重さで軽く感じるか全然軽いけど、やっぱ前がねこの SE だったから、持たして、お、軽っ、このね違いはやっぱり絶対あるんだよね。軽っ、めっちゃいいじゃん、え、ちっちゃ、画面めっちゃちっちゃい、すごいちっちゃい、おいおいって57% だと思ってそれはずっと置いてたよ。あ、そっか、おい、おい前まで一桁でも気にしなかったやつが、本当だよ、一桁でも気にしなかったの今 57%、 この時間で 57% って見た瞬間においって言っておいじゃねえ軽いいいかも、やっぱり S2 かわいい、なんかすごいかわいく見える。 その良さあるよね、小さいものって、それがあってでずっとこのミニを使ってるね、このサイズいいなって思える。あー、でもこれは本当に見る専用だな。やっぱり長文打つとかなんか作るってなるとやっぱちっちゃいよね。クイックな作業だったら多分この大きさの方がやりやすい、けど携帯を通して行う作業が多い人に関しては絶対大きい画面の方がやりやすいね。なら本当ちょっとツイッター見る、インスタ見る、 LINE 返すとかぐらいであれば全然こんぐらいのサイズでもいいし、むしろこの辺の方が楽っていうのもあるけど、でも私もApple Watchで返信できるようになったから、そうなんだよね
Apple Watch も今回の OS で LINE とかでもキーボードで出せるようになったから、なんかちょっとした返事とかだとこれで返してくるもんね今。そうそう、なんかなんか普段絵文字とか使うのにニコとかの顔文字で返ってきてる時は Apple Watch で返してんだなって。片手で持つと結構重さを感じてくるから、人差し指で操作してる人はちょっと注意って感じかね。両手で持って親指とかの操作の方が良くなってくるから、うんうん、でもね慣れる、うん、大丈夫、すぐ慣れるから、まあデメリットはややあるもののそれを上回る良さがあるということですかね。基本的には大満足だよね。うん、満足です、とても。まあやっぱバッテリーがすごい持つっていうのがでかいのかな。うん、でかい。考え方も変わった。それこそ 20%、10% っていう警告が来た時にはもう結構焦るかもしれない。焦るようになると思う。なるかな。なるなるなる。よくよく考えたらならんかもしれんと思った。写真とかって結構使ったカメラ。どう？わかんない、そのそんなにやっぱりわかんない。あ、劇的に変わったなっていうほどではないよね多分。まあでも多分綺麗だとは思う。かわいそうじゃん、 iPhone だって頑張ってんのにこんなペーペーがさ。変わんねーっす。そう言ったら変わってます。終わりだ。ということで、ということで iPhone40 プラスの iPhone40 プラスの40じゃないよ。乗ったんじゃないの。乗ったんじゃなかったんだ。普通に繰り返していっちゃった。1週間使ってみたレビューということで、購入を検討されてる方の参考になればと思います。またケースとかね新しくしたら動画にしますかね。肩掛けがいいです。肩掛けのケースちょっと狙ってんのがあるからね。買ってください、買ってください。このね買ってくださいはお金どうこうじゃないんだよね。発注がめんどくさいんだよね。いやでいいもの知ってんだもん、ガジェットに関しては私よりも。でも今回欲しいやつは違うじゃん、肩掛けのやつとかさ。 あれは高いんで買ってください。それに関しては高いんでお願いします。あれは自分で欲しいって思ったやつでしょ。それに関してはじゃない。はい、では次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価。え、待って待って、もう一回耳かいてたから。ちょっと失礼じゃん。お願いしてるのに耳かいてたら。チャンネル登録と高評価よろしければお願いします。で食ってくんだ。